シチリアーナとは、ルネサンス音楽末期から、初期バロック音楽に遡る部曲の一つ。緩やかな8分の6秒子か8分の12秒子で、作曲され、ためらいがちにた誘導曲奏と、普天リズムが、特徴的で、通常は単調をとる。気楽曲の楽章として利用されただけでなく、オペラアリアにも応用されている。シチリアーナは、おそらく、シチリア部曲、ダンツァシチリアーナ内は、 シチリア風に、エーラシチリアーナに由来する女性名詞であるが、男性名詞であるシチリアーノや、フランス語の女性名詞、シシリエンヌも、用語法として定着している。古い時代のシチリアーナとして、最も有名なのは、20世紀に、レスピーニによって、リュートのための古風な部曲とアリア第3組曲の第3曲として、原楽が創用に編曲された、16世紀イタリアの 作者不詳のリュート曲であろう。この原曲は1999年にカゴメのパスタソースのテレビ CM に利用され、曲名と演奏者についてメーカーに問い合わせが殺到し、急遽リリースされたマキシシングル CD がヒットチャートに躍り出るという事態を招いた。バロック時代の有名なシチリアーナにはヘンデルのリコーダーソナタへ、蝶々 HWV369 の 第三音楽章や、デンバッハの、フルート・ソナタ・ヘンホ町長 BWV1031 の中間楽章が挙げられる。後者は、西部警察パート1の第49話、俺だけの天使にも使われた。シチリアーナのリズムは、古典派音楽においても愛用され、モーツァルトのピアノ競争曲第23番や、ハイドンのオラトリオ、 現地創造のソプラノ読書のアリアにも利用されている。チマローザのオーボエ競奏曲にもシチリアーナの楽勝が含まれている。19世紀の間、シチリアーナによる有名な曲はほとんど生まれなかったが、世紀の変わり目にフォーレによってチェロとピアノのためのシシリエンヌと単調が作曲された。これは後にフォーレの皇帝ケックランによりオーケストラ用に編曲され、 激ふず音楽、ペレアスとメリザンドとその組曲版に挿入され、一層広く知られるようになった。ありがとうございます。